の柴田です。今日私はですね、こちら日本橋に来ております。実はですね、今年コロナ禍の影響で生産者が非常にまあ窮地に立たされているという中でですね、日本橋の老舗料理店の若旦那衆が集まりまして、まあ、生産者を応援しようというですね、特別キャンペーンを11月の12日から28日の間まで開催することになりました。この特別キャンペーンに参加中のお店はこちらのサイトをチェックしてください。サービスの詳細をご案内しています。そこでですね、私たちフードッツもですね、魅力ながら応援したいということで、今日は老舗の美味しいお店ご紹介したいと思います。行ってきます。東京日本橋、江戸繁栄の象徴でもあったこの街は、今なお多くの百貨店をはじめ最先端の商業施設も誕生しています。昔ながらの伝統文化が残り、街のあちこちには江戸の香りを感じさせます。まさに見どころ満載の人気の観光スポットなんです。創業が1800年、200年以上続く、老舗のうなぎ屋さんなんですね。この看板、もうね、ものすごい重厚感あふれる看板になってます。言ってみれば横綱ですよ。うなぎの横綱がここにいるということですよ。行ってみましょう。うなぎ割烹大江戸、創業は寛政12年の1800年。店内に足を一歩踏み入れると江戸情緒あふれる風景が広がります。今回接待や会食向けの個室をご用意していただきました。なかなか素晴らしい雰囲気ですね。こちら膝掛けナプキンですけど、大江戸さんの老舗の風格がね、細部に散りばめられてますよ。これは献立でございますよ。なかなか普段見ることないですよ。接待とかでね、使う場合多分料金の中身知らないと思うので、ちょっと覗かせていただきますね。農林水産省半額キャンペーン、1人前1000円、日本橋の特別キャンペーン、こちら目玉になっておりますよ。これね、ぜひ生産者の応援のためにも皆さん注文してください。文月さつき、イカダというのはどういうことなんでしょうか。イカダっていうのはこう、普通にうなぎって半分に切って1匹を、1人前と入るんですけど、はい、このイカダに関してはこう2匹も入ってます。すごいですね。さあ、イカダのお披露目です。ですね、名物のイカダ、土曜日限定ですよ。これはすごいですよ。見事ですね。これこちらは清水ですね。山椒をつけずにそのままうなぎの味をいただきたいと思います。といきますよ。山椒がうなぎの味を引き立たせるんですよ。ちょっと小皿を用意したんで、どんな具合か見ていただきたいんですけど、よいしょ、あ、ちょっと緑がかったね。これだけ、これだけで風味が、うん、うん、うん、柔らかい。
そしてご飯ですよ。やっぱりうなぎ屋さん、ご飯の硬さがポイントだと思うんで。うまいな。ちょっとね、もち米感というかもちもち感と硬さがブレンドされてるような、すごい美味しいです。肝吸いもいただきたいと思いますよ。違いますか。はい、今うなぎのこと皆さんっていう、びっくりしました。皆さんでやっぱちょっと個性があるから。そうですね、最後はやっぱり職人の感覚というか、感覚というか、普段うなぎを出すにあたってこだわってること何でしょうか。うなぎの素材については非常に吟味をして、うち産地から直接引いて、あとうちでこう立て場って言いまして、大きなうなぎを生かすところがあるんですけど、そこにこううなぎを、数日寝かせて、それからお客様にお出ししています。全国各地からその時に一番いいものを、なるべく寄って、買うようにしています。うちが輪島の方で、作らせてもらっているうち形です。オーダーメイドで作った器、はい、ということなんですね。はい、全てオーダーメイドです。お米すごく私こだわってまして、今は山形県の夢心地という、米を取っています。上のランクのお米でして、低アミロース米といわれるもち米に近いもちもちした。そうですよね、はい、ちょっと食感の硬さもあるんですけど、ちょっともちもちしてるなというふうに。そうですね、炊きたてのご飯にこうタレをかけるんですけど、そうするとタレを一気にキュッて吸ってもちっとする。で、まあ、外郭はしっかりしていて、で、旨味になると、そういうのを米を選んでいます。老舗という言葉をどのように捉えていますか。老舗って別に我々が言う言葉ではなくて、お客様があそこは老舗だよねっていうことで、我々が老舗っていうことは、決して言いません。ただこうやってうちも長い間商売をさせていただいて、本当に多くのお客様によって、支えられて、多くのうち のファンがたくさんいてくれてるんじゃないかなと思います。そういうことが老舗なのかなっていうふうに思います。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。続いてですね、蛇の市本店、こちらのお寿司屋さんに行ってみたいと思います。創業は1889年、屋台から始まった店は文豪志賀直哉にも愛されました。素敵なのれんですね。失礼します。いらっしゃいませ。明るめの照明で照らされたカウンター、5代目主人宝井秀春さんの技を堪能させていただきます。こちらですね、決まり握り、ね、八貫十貫江戸前バラチラシ、ここがやっぱりですね、メインに来てるところが、これお店のおすすめじゃないでしょうかね。これはね、まずは宝井さんの握りの技術をご覧ください。左手に持ったネタとシャリを瞬時に返し、形を整えていきます。早い。いただきます。包丁がね、細かく刻んであるんで、そこがね、またね、食感がいろいろ変化するんで、すごい美味しいですよ、これ。続いての握りは、スローでご覧ください。まず、ネタを左手に持ち、シャリを軽く押さえ、瞬時に返します。右手で軽く押さえながら、左手も押さえ、反転。素早すぎる。皆さん、握りの技術伝わりましたか？
そして醤油をハケでつけていくのが蛇の一流です。まあ、本マグロの漬けです、ね、本マグロの漬けですか。湯引きですね。湯引き、はい、でお醤油つけます。本マグロの筋がね、本当にこう食感がすごく繊細で美味しいです。漬けの味が美味しいですね。ありがとうございます。細かい仕事がされてますね。これがこれは美味しそうですね。何ですか、柚子。そうですね、柚子ですか。あ、ほんのり効いててうまい。柔らかくてふわっとちょっと鼻に香りが広がりますね。カウンター席で職人の卓越した技を見るのはまるでライブパフォーマンスを見るような楽しみもあります。いい時間です。車エビです。車エビですか、はい、これまた贅沢だ。うわ美味しそうだな。シャリに出ますよ。本当に美味しいですね。うちの先代の時はコシヒカリとあと、まあ、秋田こまちとかそのブレンド米を使ってたんですけれども、僕はこの2種類混ぜるのがどうも僕の中でちょっと違うなと思って、であの一つで単一米でいけるお米をこう探して、こういろいろ探してこのエビの絆っていう米にたどり着いて、それを今能登の方で無農薬であの1年分作ってもらって使ってるです。一粒一粒がこう輪郭がはっきりしていて、であの、まあ、ほぐれやすい。創業当時からずっと赤酢を使ってますので、それを引き継いでずっと赤酢でやっております。時代とともにいろいろものは変わっていってしまうんですけれども、あの変えずにこう変えていくっていうことがあの一番のポイントといいますか。変えずに変えていく、はい。明治の創業当時から同じものって今一つもなくてですね、やっぱりその時代時代でいろいろ変わってきてしまうんですけれども、それをあの元のお寿司を変えずにあの変わっていくものを変えていくっていう、例えばお米であったりですとかお醤油であったりですとか酢であったりですとか、そういうお塩であったりですとか、そういうものが時代によっていろいろ前まで使っていたものがなくなったりとか変わっていくんですけれども、それをやっぱりこう元の味と変えずに新しいものをこう選んで変えていくっていう。そして創業当時からタレを継ぎ足してできた名物のアナゴです。いやこれ美味しそうだ。うまい。ちょっとほんのりこう苔の匂いですね。あタレとこれもう消えちゃったよ。あ美味しい。すごいな、一瞬で消えたな今。来ました。卵巻きです。これはなんか初めて見ましたね。前まではこう切った卵焼きを出してたんですけれども、やっぱりこう握ってなければ寿司じゃないって言われまして、で卵どうしようか、入ってみようか。これ実は最近始めたことなんですけど。あ、そうなんですか。はい。美味しそうだな。これはもうこのままダイレクトにちょっとわさびを広げて、はい、もうこのままパクっていっていただく。あ、パクっともうこのまま、はい、あ、ごまとわさびと一気にこう、いやー美味しい。あー、いろんな味がこう一気にいきますね。うん、ちょっと卵はね、甘さもありながら、でもごまとね、海苔とあとシャリとわさびが三位一体を超えるようなのがこう複雑に混ざって、あーこれはね、美味しい。うまいな。宝井さんにとって老舗とはどんな意味でしょうか。そうですね、代々の
あの仕事をあの守り育てて受け継いでいくことですね。5代目の兄の秀晴です。弟の雄三です。どうぞジャーナリストでお待ちしております。